京都弁護士会の会長の藤井でございます。就任して以来早3ヶ月経過いたしました。ついこの間ですが5月30日に当会の通常総会が開かれまして全会一致の決議がなされました。それは京都府の南部に地下裁支部地方裁判所と家庭裁判所の設置を求める決議です。ちょっと地図をご覧ください。京都市には本庁地方裁判所と家庭裁判所の本庁が一つずつありますがこれだけでは京都府全体の事件をカバーできません。それを補うものとして4つの支部があります。しかしながら4つの支部というのは全て北部にあります。舞鶴それから宮津そして福知山園部です。京都市より南この京都府の南部地域には一切支部はありません。あるのは、宇治と木津の簡易裁判所です。簡易裁判所というのはごく限られた事件だけしか扱いません。従いまして、地方裁判所あるいは家庭裁判所のより、重要性においては到底及びません。京都府のこの南部には人口が57万それに対して北部の4つの支部の管内は人口が45万したがいまして4つの支部を合わせた人口よりも南部の方の人口が多いということになります。また産業構造も大きく異なっております。したがいまして、今やはり支部を設置する必要が、高まっております。で我々京都弁護士会では、5年前に、対策本部を立ち上げましていろいろな方々と話をしたりシンポジウムをして、運動を進めてまいりましたけども今後は地元の住民の方あるいは企業の方そして自治体の方に声を上げていただきまして、この支部設置は最高裁判所の権限であります。根拠はその規則に基づいておりますので最高裁判所を動かさなければいけません。そのためには地元の皆様方の声を最高裁判所まで届ける必要があります。ぜひ今後ともですね、我々と一緒に運動していきたいと思いますのでよろしくお願いします。